国際海洋環境情報センター国際海洋環境情報センターは沖縄県名護市にある文部科学省所管の独立行政法人海洋研究開発機構の施設である国際海洋環境情報センターは国際的な海洋環境地球環境の情報等に関するデータ海洋研究開発機構が保有する海洋深海の研究 観測データや資料等のデジタル化を行い、IT の活用を通して、国際発信の拠点となっている。国際海洋環境情報センターのウェブページからは、海洋研究開発機構が所有する、潜水調査船から撮影された、深海調査映像やパノラマ画像を閲覧することが、できる。海洋研究開発機構によって発行されている、機関紙 広報誌などの観光物や海洋、深海研究に関する論文が電子化され、公開されており、クルーズレポート等も見ることができる。国際海洋環境情報センターは、一般人が利用可能な無料開放エリアを設けており、エリア内は深海、海洋に関する博物館といえる展示が行われている。展示物には、 深海6500の模型や珍しい深海生物の標本もあり、3D 映像による深海の疑似体験等も見られる。開放エリアを見学する際は、スタッフも対応してくれるため、展示の内容について詳しい話を聞くことができる。年間に入場無料で各種のイベントが開催されており、様々なゲームや体験を楽しむことができる。名護桜祭りや、 名古屋夏祭りの際に、国際海洋環境情報センターのブース出展等が見られ、地域イベントで見かけることがある。また、学校や地域団体の見学、職場体験学習や各種研修等も受け入れ地域と密接に関わっているようである。国際海洋環境情報センターの所在地、沖縄県名古市と原は、普天間基地移設問題の移設先として挙がっている。 名護市辺野古がすぐ隣にあり、普天間基地移設問題が多少関係していたことも否めない。名護市制において、普天間基地移設問題と雇用問題は切り離せないものであり、辺野古が基地移設先に決まった後から、国、沖縄県、名護市は名護市民へ対して雇用促進という形で配慮を行っていたが、その一環で名護市と与原には IT の特区が設けられ、 未来館、マルチメディア館などの施設を作り IT 企業の誘致を行い、名護市の雇用促進を行った。国際海洋環境情報センターはマルチメディア館に隣接しており、海洋、深海研究の情報発信基地としての IT 的な役割からも見られる通り、同じような流れで誘致されたのではないかと見られている。ありがとうございます。